ラギット島は長さ4 8キロメートル、幅1 6キロメートルのサウスシェトランド諸島にある島である。リビングストン島の西に位置する。面積は10.4平方キロメートルである。最高峰は海抜標高2 5 6メートルのサンステファノ山である。ラギット島は1820年頃からアメリカとイギリスのアザラシ漁の場として知られており、 その名前は100年以上国際的に用いられている。ウエノスアイレスでイギリス人の商人が借り、ジョセフ・ヘリングが船長を務めたアザラシ漁船エスペリート・サント号が1819年に初めてこの島を訪れた。船は今日ではヘルシリア湾として知られている北海岸の湾に着き、1819年のクリスマスの日にイギリス人の船員が上陸し、この島を ジョージ3世のものにすると宣言した。エスペリート・サント号は、1820年1月23日に、ジェームズ・シェフィールドが船長を務めるアメリカ合衆国のコブネ・ハーシリア号と合流した。この船は、初めてサウス・シェトランド諸島を訪れた、アメリカ合衆国のアザラシ両船であった。この出来事は、船長のヘリングにより、1820年7月に、 インペリアルマガジンで公表された。ありがとうございます。